奈良県立図書情報館は2005年11月3日に奈良県奈良市に開館した公立図書館である。画家、上村敦氏の屏風へ指揮課長図がある。館長は、千田実国際日本文化研究センター名誉教授。ライブラリー・オブ・ザ・イヤー2009優秀賞。奈良県立奈良図書館奈良県立柏原図書館1992年に、 新図書館のあり方の検討を開始、1995年に奈良県立図書館整備基本構想を策定し、2005年に完成するまで10年を要した。館内は3階建てで、2階及び3階に開花資料スペースがある。BTS が整備されている主に文献資料が存在し、15万冊の開花一般資料と1500冊程度の雑誌が並んでいる。 利用者カードの発行、貸し出し、返却、レファレンスのための総合カウンターが北側にあり、南側には、官員が常駐する簡易カウンターが存在する。また、戸籍が、フロアの随所にあり、ネットワークコンセントが備えられた席が多く、持ち込んできたコンピューターを使用することができる。情報資料、国際交流資料、視聴覚資料及び新聞などの資料が並んでいる。 また、カフェテラスや様々な催し物が開催される、メインエントランスがある。自動販売機コーナーと交流ホール、陛下の自動化書庫がある。館内では、以下の情報機器、施設が利用可能である。一部は利用者カードでのログインが必要。館内の随所に数十台以上備えられており、利用者カードの ID で利用できる。館内資料の副社、館内コンピュータ、 持ち込めコンピュータで送信したドキュメントの印刷ができる。館内視聴覚資料の視聴ができる。マッキントッシュのコンピュータが備えられ、フィルムスキャナーを使っての画像編集ができる。画像、音声や動画などの素材の編集加工ができる。有料。デジタルデータの創作、VHS 等の編集ができる。有料。31台のコンピュータが設置されている。 研修活動等に使用できる。有料。220人収容の会議室。有料。建物の着工は2003年3月18日で、竣工は2005年3月31日。鉄骨鉄筋コンクリート造りで、地下1階、地上3階建て。敷地面積は31,638平方メートル。 のべ床面積12,123.17平方メートルとなっている。建物1階の北側と西側に駐車場スペースが整備されている。設計は、株式会社日本設計と株式会社マスヤ設計の共同体。指向は、株式会社奥村組、株式会社浅沼組、村元建設株式会社、株式会社浅川組、 中村建設株式会社、株式会社、小田組の共同企業体による、ありがとうございます。